今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日は火曜日だったので、英語遊び違う、エンジョイイングリッシュと体操遊びがありました。で、桃組さん、体操遊びが3番目だったんですけれども、2番目に松組さんが体操遊び先にやっていて、それをちょっと見学しに行こうっていうことで、少し早めにホールの方へ移動していきました。で、松組さん、去年私受け持ってたんですけれども、先生のお話をよく聞いて、最後のご挨拶もしっかり行うことができていて、しっかりしたなっていうふうに感じました。で、桃組さんもそれを見ていたからか、最初の準備体操から元気いっぱいに声を出していて、最後のご挨拶もしっかり行うことができていました。で、今日ペンギンさんで双葉さんの方に入らせていただいたんですけれども、おやつを食べる前に川上先生がいないいないバーの絵本を読んでいて、で、おやつ食べ終わった後に遊んでいたんですね。で、その時にドキンちゃんって言って、私の T シャツにキャラクターが書いてあるのを見つけて、ここでいないいないバーってやって遊んでいる姿がとても可愛らしかったです。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。